皆さん、こんにちは。課題放送文化部プレゼンツラジオ沈黙は銀第8回パーソナリティの新井です。近況報告としまして、僕最近APEX っていう、なんていうんですかね、シューティングゲーム、ガンシューティングゲームみたいな FPS のゲームを始めたんですけど、昨日なんか先輩にまあ付き合ってもらいながらやりまして、昼の12時から夜の10時かなまで約10時間ぶっ続けでやりました。それぐらいハマってます。で、昨日何したかっていう、なんかランクみたいなのがあるんですけど、それをなんか上げたくて、なんかずっと付き合ってもらいながらやってたんですけど、まあ、結局なんか10時間やってもうまくいかず、で、まあ諦めようかなと思ってた時に、なんか別の友達がまた APEX を始めてたんで、その友達とその後3時間やって、だから合計13時間やった結果、やっとランクが上がりました。なんでその結果なんですけど、めちゃくちゃ目が充血してて、真っ赤ですもん。で、本日、6月19日金曜日なんですけど、ついにこの日が来ましたね。何が来たかと言いますと、今日プロ野球が開幕するんですよ。いや、本当に楽しみにしてましたね、この日は。僕は東京ヤクルトスワローズのファンなんですけど、ついにね、野球が始まるということで、やっぱ野球がない日々はなんかちょっと物足りなさみたいなのがありまして、今日からはやっぱりね、ご飯食べて、野球見て、エイペックスして寝て、で、次の日またご飯食べて、野球見て、エイペックスして寝るっていう、もう素晴らしいね、日々を送れそうで非常にワクワクしております。そんなわけで本日もやってまいりましょうか。岡田放送文化部プレゼンツラジオ沈黙は銀。本日のテーマがこだわりのマイルームということでして、僕は、そうですね、こだわりっていうほどじゃないんですけど、まあさっき言った通り、ヤクルトのファンでして、まあ部屋にね、ある選手のユニフォームを飾ってるんですよ。誰でしょう？誰かわかりますかね？まあヤクルトで言ったらね、ミスタートリプルスリーと言っていいでしょう。山田哲人選手だったり、まあ20歳の若き大砲であるね、村上選手だったり、まあ今日開幕ね、当初務める石川選手。40歳ですかね。40歳の石川選手だったり、ライアン小川だったり、最短だとった川端慎吾だったりね、いろんな選手がいるんですけど、僕がね、その中で、この人だと思ってね、ユニフォーム買って今飾ってるのは、スーパーサブともいる荒木隆弘選手なんですね。いやー、いい選手なんですよ。たまにね、代々出て、ホームランを打つっていうね、そういうとこ好きなんですよ。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、今回も、いろいろね、皆さんからお便りをいただいております。それでは行ってみましょうか。1通目、ラジオネーム、海と周作さん。ベッドから手の届く範囲内に必要なものを配置。これ、そうなんですかね、皆さんも。ベッドの周りに必要なものとか結構置いてるんですかね。僕、あんまり置いてないですね。時計と、まあ、ティッシュぐらいですね。あと、そう、スマホの充電器は置いてますけど。あ、そう、だから、スマホの充電、僕、なんて言うんですかね。ベッドで横になって、で、スマホで YouTube とか見ながら寝れるんですけど、でその時、まあ、充電するために、スマホと充電器繋いでるんですけど、なんかその、スマホ手に持ったまま寝て、でも寝返りとか打つじゃないですか。で、そしたらなんか朝起きた時に首のところになんか充電ケーブルが巻きついてて、これあともうちょっと引っ張ってたら俺死んでたなっていうことが何度かありましたね。あとは、あ、だからそうですね、そのイヤホンをつけてその動画とか見てるんで、そのイヤホンの先のゴムの部分あるじゃないですか。あれが、その、
何ですか、寝返り打った時にそのイヤホンが奥の方まで入っちゃって、そのゴムの先っぽの部分だけが耳の中に取り残されるっていう。朝、だからイヤホン抜いた時にそのゴムの先っぽの部分だけが耳の中にスポンって抜けて残っちゃって、めちゃくちゃ焦った時ありますね。まあ、その時まだその実家で、中学高校とかだったんで、実家でいてたんで、すぐ母親にね、ピンセット渡して、これ取ってくれって言って、なんとか取ってもらったんですけど、あれは焦りましたね。続きまして、ラジオネーム、セラミック男爵さん。彼女と映画を一緒に見るために大きなソファーを購入。あとは彼女を作るだけ。僕もね、部屋にあるんですよ、ソファー。ソファー、めちゃくちゃ、便利。便利です、本当に。なんか、生活の質がね、一段階上がる気がします、本当に。テレビ見るのにもめちゃくちゃくつろげますし、なんかだるくなったらね、横になって、ベッド、ソファーで横になって、テレビ見れますし。で、僕あんま映画見ないんですよね。映画、見ます?皆さんは。どうやって見てるんですか?そのなんかレンタルショップとかで、レンタルしてから。見てるんですかね。映画って洋画とかって結構長いじゃないですか。2時間とか、まあ、下手したら3時間とか行くじゃないですか。なんかそんな長時間、なんか一つのこと、一つのなんかね、映像を見てらんないなと思っちゃうんですよね。まあ、Apex とかね、自分でプレイするにはいいんですけど、なんかずっと見てるだけっていうのがなんかしんどいなと思って、なんかあんま映画とか見ないですね。海外ドラマとかは、たまに見たりするんですけどね。まあ、たまに見るって言っても僕が見てるのはなんかドクター・フーっていうあの SF のドラマなんですけど、あの宇宙人、人型の宇宙人が地球を救うために、あの公衆電話の形をしたタイムマシンでね、いろんな軸を旅して地球を救うっていう話なんですけど、なんかイギリスのやつで国民的ドラマらしいですけどね、日本じゃなんかあんまり知られてない SF ドラマなんで。ぜひね、興味ある方見てもらいたいです。では、最後ですね。この方が。ラジオネーム、ことみさん。私のマイルームはアニメグッズが溢れている部屋です。あまりに趣味全開なので、友達呼べません。いや、これはね、割とわかりますよ、自分。というのも、僕はまあ、乃木坂46が好きなんで、乃木坂46の、何だったかな。アルバムだったかな。特典みたいなので、その握手会の会場でポスターがもらえるくじ引きみたいなのがあったんですよ。で、それがなんか結構なんかいろんな種類のポスターをなんか結構な数もらえるくじで、なんか僕の推してた鈴木彩音ちゃんのポスターを何枚だったかな ?8 枚とかそれぐらい確か手に入れたんですよ。で、まあアパートで今一人暮らしなんで、会場から家帰って、でそのポスターをね、全部ね、壁にね、8枚貼ったんですよ。壁一面に貼って、最初はね、すごいなんか、満足感がすごかったんですよ。もう壁一面に推しがいるっていう、もう素晴らしい空間だなと思ってたんですよ。なんか、後々なんかその友達とかが部屋に来るとか、あと親がなんか用があってちょっとこっちに来るとかなった時に、これ見られるのちょっと恥ずかしいなと思って。自分の一人で見てるのいいんですけど、なんか、これをなんか他の人に見られるのちょっと恥ずかしいなと思って、結局全部で、ね、外しました。多分、1週間ぐらいしか貼ってなかったですね、結局。でもあれですね、なんかその、同じ趣味のね、友達とか、それこそ僕の場合の乃木坂好きの友達とかが家に来た時、まあ、ポスト貼ってた時に家に来た時は、お前はオタクの鏡だとか言ってたんですよ。今考えたらちょっととんでもないことやってんだなと思いますもん。まあなかなかね難しいところですよね、そのバランスっていうのが。以上、今回のテーマ、こだわりのマイルームでした。次週のテーマなんですが、まあ僕冒頭に言った通り、今日のプロ野球開幕をね非常に楽しみにしてたんですけど、皆さんなんかこれから楽しみなこととかありますかっていうので、次週のテーマは
これから楽しみなことを教えてくださいでいきたいと思います。まあどんなことでも構いません。なんか7月ぐらいから部活も再開できるような雰囲気ではありますので、まあね、もし7月に部活が再開して放送文化部に来るのが楽しみですっていう新入生の方とかいたらね、そんなお便りいただければ大変嬉しいです。まあ別にそんな感じのものじゃなくてもどんなことでも構いません。なんかだんだんとね、まあまだ気を許せない状況ではありますけど、だんだんとまあ外出とかも徐々にできるようにはなりつつあるので、なんかこれからこういうとこ行きたいですとか、ご飯食べに行きたいですとか、なんかそんな話でもいいので、ぜひぜひ送っていただければと思います。次回の公開日は6月26日の金曜日です。パーソナリティは長尾くんが務めてくれる予定です。以上、3回生の新井がお送りいたしました。